ニマロン。当たり前の反対は？その日、たかしくんは朝から不機嫌でした。せっかくの夏休みなのに、一緒に遊ぶ約束をしていたケンジくんが遊べなくなってしまったのです。仕方がないので、お家のリビングでガンガンクーラーをかけて、冷蔵庫からジュースを出して、ついでにアイスクリームも出して、ソファーに座り、別に見たいわけじゃないテレビをつけて、もう飽きてきたゲームをピコピコやっていました。ママがいたらすごく怒るところですが、今日は朝から用事があって出かけています。そのせいで、まだ眠いのに起こされて、ご飯を食べさせられたことも、不機嫌の理由の一つでした。出かけるなら勝手に行けばいいのに、と思いながら、もそもそとご飯を食べて、そのままこのリビングにやってきました。ママはお家のことをバタバタとやって、慌てて出かけていきました。出かけるときに、たかしくんに、大丈夫？すぐに帰ってくるから、お留守番よろしくね、と声をかけて出かけていきました。まるでたかしくんを赤ちゃん扱いです。ママにも困っちゃうな。僕はもう立派な小学2年生なのに、いつまでも子供扱いしないでほしいよ。僕はもう一人で冷蔵庫の中のものも出せるし、テレビやゲームもエアコンだって思いのままだ。最近は電子レンジでチンだってできるんだ。体はまだ小さいけど、もういろいろできる男になったんだ、僕は。そう思いながら、朝早く起こされたからでしょうか。だんだんまぶたが重くなってきて、たかしくんはうとうとして、そのままソファーで寝てしまいました。どのくらい寝ていたのか、たかしくんは誰かの呼ぶ声で目が覚めました。おーい。おーい。その声は本当に小さくて、最初は気のせいかと思ったほどでした。でもまた、おーい。おーい。と聞こえたので、たかしくんは起き上がってリビングを見回しました。でも、誰もいません。あれ？やっぱり誰もいないな。テレビの音かな。と、テレビを切りました。しかし、やっぱり誰かの声で、はーい、ここじゃよーと聞こえました。ん？何？どこ？と、キョロキョロ見回すと、たかしくんの座っているソファーの上に、黒くて煙くじゃらの、たかしくんの小指くらいの何かが、ちょこんと座っていました。たかしくんはびっくりして、ソファーから転げ落ちて、うわーお化けーと叫びました。すると、その小さな何かは、おりゃ！誰がお化けじゃ！あんな暗い奴らと一緒にするでない！と怒り出しました。君、お化けじゃないの？と、たかしくんが恐る恐る聞くと、その小さな何かは、当たり前じゃ！わしは誇り高い妖怪じゃ！と答えました。妖怪？そう、妖怪。それって、お化けと何が違うの？全然違うではないか。わしには、おり。と、ちょこっとだけ動きました。ん？何？だから、おり。と、
もう一回ちょこっとだけ動きました。え？なーに？よくわかんない。だから、ほれ、足があるじゃろう。というのでよく見ると、小さな足を一生懸命にぴょこっと上げていました。へえ、そうなんだ。足があると妖怪なんだ。いや、妖怪で足のないのもいるがの。難しいんだね。本当じゃな。と、なぜか二人揃って同じ方向に首をかしげました。そして、たかしくんは、急に正気に戻り、うわぁ！妖怪だーと叫びました。すると、その小さい妖怪は、そうそう、それならいいんじゃ、と、なぜか一人でうんうんと納得していました。あまりにも当たり前のようにいたので、たかしくんは叫ぶのをやめて、その妖怪をよく見てみました。じっくりと見てみると、上の方にクリッとした丸いものが一つついていました。妖怪さん、これってもしかして、と恐る恐る聞いてみました。すると、ケムクジャラの妖怪は、これか？これは目じゃ！と答えました。やっぱり、妖怪さんは目が一つなものなの？それもやっぱりみんな違うかの。わしの知ってる妖怪は目が100あるからの。100？目が？それってもう目だけじゃん。と、たかしくんは驚きました。いや、実は少しずるしていると言っておったけどの。ずるって？これは、そやっから聞いたから間違いないのじゃが、実は、足にできた魚の目も数に入れておるそうじゃ。魚の目？魚の目って出来物だよね。意外とバレないと笑っておったよ。と、妖怪は笑いました。たかしくんもつられて笑いました。変なの！妖怪とかお化けとかって、もっと怖いものだと思ってた。もちろん中には怖いやつもおるがの。へえ。たかしくんは、この小さな妖怪と話すのが楽しくなってきました。もっといろいろと君のことを教えてよ。まあ、構わんぞ。ところで、この部屋は随分と涼しいの。当たり前だよ。夏はクーラーをかけてるもの。ほほう、クーラーとな。それは何じゃ？え？何って。クーラーはクーラーだよ。スイッチを押すと、あそこから涼しい風が出てくるんだよ。ほほう、なるほど。これはいいなぁ。クーラー知らないの？へぇー。それじゃあ、冷蔵庫は？冷蔵庫？知らないんだ。おいで。そう言うと、たかしくんは立ち上がって、ソファーにちょこんと座っている妖怪に手を差し出しました。すると、妖怪はぴょんとたかしくんの手のひらに飛び乗りました。そして、たかしくんは手のひらから肩に妖怪を乗せてやり、リビングからキッチンに向かいました。ほら、これが冷蔵庫だよ。そう言って、冷蔵庫のドアをガチャッと開きました。すると、中から冷たい空気が流れてきました。ほー、
これは涼しい。これが冷蔵庫か。そうだよ。ここに入っているものはみんな冷たくなるんだよ。へえ、すごいの。なんでも冷たくの。当たり前だよ。だって冷蔵庫だもん。ほら、これ。と言って、たかしくんは冷蔵庫から冷たいジュースを取り出して、小さな妖怪のために、そのキャップにジュースを注いであげました。たかしくんからジュースをもらった妖怪は、おっかなびっくりしながら、そーっと口をつけてみました。これは。妖怪はたかしくんの肩の上で飛び跳ねました。何？どうしたの？冷たくて、甘くて、うまーい。たかしくんはずっこけそうになりながら、当たり前だよ。冷蔵庫に入れたものは冷たくなるし、ジュースは美味しいんだよ。ほうほう、なるほどな。妖怪は、たかしくんの肩の上で何度もうなずいておりました。本当に何にも知らないんだね。と言いながら、たかしくんが肩の上の妖怪を見ると、おや？何かおかしいのです。さっきまでそんなことなかったのに、最初に見たときは、たかしくんの小指くらいの大きさだったのに、今、たかしくんの肩の上にいる妖怪は、たかしくんの顔と同じくらいの大きさになっていたのです。あれ？君、なんか大きくなってない？とたかしくんが聞くと、妖怪は、え？そうかの？気のせいじゃろ。と言いながら、たかしくんにキャップを返しました。そうかな。不思議に思いながら、たかしくんはジュースを冷蔵庫に戻しました。それから、リビングに戻って、またソファーに座り、肩から妖怪を下ろしてあげました。そして、なんとなくテレビのスイッチを入れました。すると、横にいた妖怪は、飛び上がって驚いて、なんじゃ？急にあの四角い板から人が出てきたの？何をしたんじゃ？と、たかしくんにひっついてきました。え？あれはテレビって言うんだよ。それで、これがリモコン。と、たかしくんは妖怪にリモコンを見せてやりました。妖怪はリモコンを興味津々で受け取り、はあはあ、テレビにリモコンの、はあ、あれはすごいの、妖術のようじゃ、と、すごくうんうんとうなずいておりました。妖術？そんな大げさなものじゃないよ。どこのお家にもあるし、と、たかしくんが答えると、妖怪は、なんと、こんなすごいものを、みんな持っておるのか？と、ものすごく驚くので、たかしくんはおかしくなって、今はこんなの当たり前だよ。持ってないお家の方が珍しいんじゃない？と、教えてあげました。すると、妖怪は、ほうほう、では、このリモコンとやらも？と聞いてきました。当たり前じゃん！テレビにリモコンはついてるもん！と、たかしくんは答えました。そして、テレビから妖怪の方に目を向けると、なんと妖怪は、もうたかしくんとほとんど変わらない大きさになっていました。うわー！たかしくんは、驚きすぎてソファーから落っこちてしまいました。すると、妖怪はソファーからゆっくりと降りて、たかしくんに手を差し出して、
大丈夫かの？と聞きました。たかしくんは怖くなってブルブルと震えながら、君、やっぱり大きくなってるじゃんか！と叫びました。すると妖怪は、あ、そうかの？まあ、気のせいじゃないかの？と言いながら、たかしくんの手を引っ張って立たせてくれました。気のせいなわけないじゃん！もう僕と変わらないくらいに大きくなってるよ！わしが大きくなるとそんなにも怖いかの？当たり前だよ！怖いに決まってるよ！そうたかしくんが叫んでいる目の前で、妖怪はぐぐぐっと大きくなって、もう天井に頭がつきそうなくらいに大きくなりました。たかしくんはもう怖くて声も出ませんでした。すると妖怪は、大きくなる？当たり前じゃ。わしは妖怪当たり前恩人という名でのそちら人間の当たり前と思う心を食べて大きくなるんじゃ。今はいいの。この世界は当たり前に溢れておるわ。と言いながら、ゆっくりとたかしくんに手を伸ばしてきました。たかしくんは逃げようと思うのですが、怖くて体が動きません。そして、当たり前恩師がたかしくんの頭にそっと触れた瞬間に、たかしくんはママに起こされました。どうやらソファーの上で眠っていたようです。もう、またこんなところで寝て！風邪ひいても知らないわよ！ママはいつものようにプリプリ怒っています。でも、夢にしては怖くて、頭をそっと触れられた感触もしっかりあって、たかしくんはママにしがみつきました。あら、どうしたの？怖い夢でも見たの？ママは優しく頭を撫でながら言いました。たかしくんは、夢だったのかすらわからないけど、当たり前恩師のことをママに話しました。するとママは、たかしくんをぎゅっと抱きしめてくれました。そして、怖かったね。でも、もう大丈夫だからね、と言いました。たかしくんは、でも、また当たり前恩師が出たらどうしよう、とママに聞きました。ママは、ねえたかし、当たり前の反対は？と聞きました。たかしくんは少し考えて、わかんない。と答えました。当たり前の反対はね、ありがとう、なんだよ。と、ママは教えてくれました。当たり前の反対は、ありがとう、なの？たかしくんは聞き返しました。そうよ、ありがとう。テレビやクーラー、住めるお家があること、パパが働いてくれてご飯が食べられること、たかしが学校に通えること、そして、たかしがパパとママのところに生まれてきてくれたこと、元気に育ってくれていること、ぜーんぶ、ありがとうなんだよ。全部、ありがとう？たかしくんはびっくりしました。そんな風に思ったことがなかったからです。今度、もしそのお化けが出たら、ありがとうって言えば、
きっと大丈夫だからね。さあ、お昼ご飯何食べようか。と、ママはキッチンに歩いて行きました。その背中を見ながら、たかしくんは、お化けじゃなくて妖怪なんだけどなぁ、と思いました。そして、ママを追いかけながら、ママ、いつもご飯作ってくれてありがとう、と言いました。それから、たかしくんは当たり前恩師に出会うことはありませんでした。おしまい。